やっぱりなんか今までのこともあってすごくこう番号を見るのは不安だったんですけど自分の受験番号があの合格者の中に出てるっていうのを見た時は本当に嬉しくてやっと社会人としてこうスタートライン立てるんだなっていうところでワワクワク感がありました公認会計士試験の合格率は大体10%ぐらいって言われてます。 自分も担当式試験2回だったり論文式試験もあの3回目で今回合格したので決して順調だったというわけではないんですがしっかりと努力を続けていればあの報われる試験だとはあの思っています通っていた高校が理数科の高校でその時に公認会計士っていう職業を知って自分がやりたいことを何でもチャレンジできるっていう話をすごく聞いて自分の夢がどんどん実現できるんではないかなっていう。 実感があったのでやっぱり早くその土俵に立ちたたいいなっていう思いがあってあの勉強を続けられました本当に東京経済大学は会計士を受験する学生にとって非常に充実したプログラムが用意されていてこの自分が所属している会計プロフェッショナルプログラムでも予備校の学費を援助してくださったり自分が使った卒業延期制度のようにいろんな制度が用意されているので会計士を目指している学生の方にはぜひおすすめしたいです。 公認会計士になったばっかりの新人は監査業務に携わることが多くて、その後コンサルであったり税務などあの幅広い選択肢にチャレンジできると思っています。会計士になった後も海外にはずっと目を向けていきたいと思います。世界の最先端の技術であったりビジネスのルールをしっかりと学んだ上で、 クライアントさんと共有できるような会計師になにりたいいと思います。しっかりと監査の経験を積んだ後に先端技術を開発していくような宇宙ベンチャーであったりバイオベンチャーいろんな IT ベンチャーを世界に通用するような企業を育てていきたいなと感じています。